はいみなさんこんこにちは緩和委員長です新型コロナ重症化怖いですよね。この重症化しやすい人がどんな人なのか、これいろいろ言われてますけどもね、とうとうあることが分かったんですね。遺伝子なんですね。特定の遺伝子を持っている人にリスクがあるのではないかということが、これが分かってきたんですね。なかなか皆さんこういう情報を聞きませんよね。 このチャンネルではこのような新型コロナ他医学医療健康の役立つ情報を皆さんにお伝えしています。メディアがあまり取り扱わないようなものですね。そのもを含んでいます。新型コロナが上陸する前から150本以上の動画でこのような情報を皆さんにお伝えしています。よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、そのま遺伝子なんですけどもね、7月の下旬に特定の遺伝子を持っている人がリスクがあるんじゃないかというような報告が JAMA、米国医師会雑誌に載ったんですね。 で、その研究というか流れの方向性でより研究が深まっているようなところですね。アメリカ科学振興協会というところがあるんですけども、そこが出しているサイエンスという有名科学雑誌があるんですね。そこに2つの論文が載ったんですね。今日はそれについて皆さんに分かりやすく解説したいと思います。論文自体は結構難解なんですね。 そのため、その、米国科学振興協会が分かりやすく解説している記事があるので、その記事をもとに今日は皆さんにお伝えしたいと思います。鍵はインターフェロンなんですね。これがどうも抑えられてしまうような体質を持っていると、新型コロナに対して脆弱性があるというんですね。そういった方は重症化しやすいということが分かった。そしてまた、このインターフェロンに対する抗体ですね、そういうのを作る率が男性の方がどうも高いみたいなんですね。 今回新型コロナに関して男性のリスクがあるということが知られていますけど、こういったところにも関係しているのではないかということが分かったんですね、まあ。いろんな情報がありますからね。そしてもちろんこれが全部というわけじゃないですし、一部なんですけども、このように少しずつ重症化に関係する因子というのが特定されてきているというところですよね。はい。それでは早速見てまいりましょう。まず、7月ですね。7月24日に JAMA、米国医師会雑誌に ある興味深い論文が載ったんですね。これは新型コロナにかかった若い男性の重症化の話なんですが、なんとそれらの人たちから共通する遺伝子が検出されたということなんですね。すなわち、こういう遺伝子を持ってると C に対して弱い、新型コロナに対して脆弱だということが分かったんですね。 で、これ、どういう背景なのかということを詳しく解説しますと、4人とも若い男性だったんですね。2つの家族で4人の男性なんですが、結論から言いますと、人の染色体、いろいろあって、男性だと XY、女性だと XX って聞いたことある皆さんいらっしゃるかもしれませんが、そのような性染色体ですね。 上染色体体ではなく正染色体この X 染色体がコードする DLR7 というものがあるんですけどもね、これが機能不全型になってしまっているような、そういう変異があるということなんですね。で、そのような変異があるような人。で、何が起きたかというと、この4人の患者さんは平均で26歳なんですね。 しかも、何ら、慢性病を持っていない、方ったにもかかわらず、結構、皆さんですね、大変な状況になって、人工呼吸が必要になったり、ICU に入ったりしたというようなことがあって、なんと一人亡くなってしまったりもしてるんですね。21歳から32歳ですからね。今回、新型コロナでも若くして亡くなる方が出ていることが話にはなっていますけども、 そういった中に、もしかすると、このような遺伝子変異によって、新型コロナに対して脆弱性があるような方が含まれているのかもしれません。これで、この X 染色体上にある TLR7 という、まあそういう領域があるんですけどもね、そこが変異していることによって、この TLR7 という受容体の機能低下が起きているようなケースがあるみたいなんですけども、そこで何が起きているのかということなんですが、 ここが興味深いんですね。インターフェロンといってですね、人間が異物入ってきたときにですね、ウイルスなどが入ってきたときに、それに対して反応して、免疫細胞の活性化をもたらす物質ですね、このインターフェロンというものがあるんですけども、これ、昔ですね、私が医者になった頃は結構肝炎の治療、肝臓の炎症ですね、B 型肝炎とか C 型肝炎など、そういう治療の主力だったので、 私もこのインターフェロンという薬、よく患者さんの治療で用いましたけども、このインターフェロン、1型インターフェロンと2型インターフェロンっていうのがあるんですが、このような1型インターフェロンや2型インターフェロンの応答というものが障害されるというんですね。これはすごく興味深いところを私たちに示しています。すなわち、特定の遺伝子異常があると、新型コロナに対して弱い可能性がある。そして、 今回のこの事例のケースで言うと、その原因というのは、インターフェロンがしっかり反応して分泌されないことによって、新型コロナの、まあ、ある意味暴れたりすることを招いてしまうということですね。そして重症化になったり、場合によっては死に繋がってしまう。ということが、この研究では分かったということなんですね。これもちろん全ての重症化がこうということじゃないんですが、このような遺伝子変異を持っている人は、インターフェロンの応答が悪くて、 それで新型コロナを排除できない。そして重症化とか死につながるということがこの研究から指し示されたんですね。はい。そして新しい研究がサイエンスですね。アメリカ科学振興協会が出している雑誌に2つ出たんですね。これが先ほどの研究とも関連している非常に興味深い研究で、そこから示されるのがやはりこういう体質や遺伝子だと 新型コロナに対して脆弱で重症になりやすい、そういったことが示されているものなんですけども、その、じゃあ、何が違うのかということなんですけども、先ほどお伝えしたインターフェロンじゃないかという話なんですね。二つ論文があって、重症の新型コロナの患者において、インターフェロンの応答というものが、要するに、 ウイルスが入ってくる。インターフェロンが出る。ウイルスを倒すように免疫が機能する。という流れのうちウイルスが入ってくる。インターフェロンがあまり出ない。それで、なかなか新型コロナを排除できないうちに新型コロナの勢いが増してきて重症化する。というふうになってしまうというところに関して、こういった2つの可能性があるんじゃないかということが提示されているんですね。その1つは、 先ほどの論文でも紹介したような遺伝的な変化によってインターフェロンが十分出ないということ。あるいはもう一つ可能性があるではないかということが示唆されているんですが、それはこのインターフェロン自体を攻撃する抗体というものができてしまって、インターフェロンがうまく機能してくれないのではないかと。この二つの可能性が示唆されているんですね。で、これ、じゃ重症の人の大体どれぐらいなのかということなんですが、 およそ14%ぐらいなのではないかということなんですね。まあ、なので、それが大多数ではないんですけど、逆に言うと、7人に1人ぐらいは、こういったメカニズムで重症化しているのではないかというふうにも捉えられるので、そう考えると、まあまあいるとも言えるのではないでしょうかね。ちゃんと東大の先生にも意見を求めたりしているわけなんですけどもね。興味がある方、こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になっていただけたらというふうに思います。 しかもですね、このインターフェロンというものに対して攻撃してしまうような抗体ですね。そういった抗体を持つ患者は94%が男性だったというんですね。重症の新型コロナになりやすいということの説明とも関連するのではないかということもここに書かれていますね。当然のことながら、このようにこういう人が重症化しやすいということが分かってきたら、そういう方に対して特に 予防策を強化したりとか、ワクチン接種を優先したりできるのではないかということなんですね。で、ここら辺ですね、ここ、回復者結晶のことなんですけど、ここ、興味深いこと書いてあるんですね。回復者結晶というのは抗体が含まれているわけなんですね。回復期の結晶を持ってきて、新型コロナを排除しようとするような、そういう治療なんですけども、しかし、その中には、インターフェロンを中和する抗体が含まれている可能性があるのではないかということなんですよね。 そのため、このインターフェロンに対する抗体というのを除かなくてはいけないのではないかということもここに書いてありますね。これ、なるほどというところですよね。1型インターフェロンっていうのは体内の全ての細胞で作られるということなんですね。そして感染初期にウイルスと戦うときに重要な役割を示すと。リーダー的な存在ということなんですよね。ウイルスが細胞に入ってくると、即座に 強力に応答を開始して、ウイルスを攻撃するタンパク質を作り出すということなんですね。そしてそこの場所に免疫細胞を呼び出してですね、しかも感染していない周囲の細胞に警告して防御することを準備するというですね、なんかもう本当働く細胞的な世界ですよね。そしてここも興味深いですよね、やはり世界中の重い患者ですね、987人の血液サンプルを集めたところ、 患者の10.2%で、1型インターフェロンというのを攻撃して中和する抗体というのを特定したということなんですね。そしてそのような患者においては、このインターフェロンの血中濃度というのが非常に低い、あるいは検出できないということまであるようなんですね。実験室の研究だと、コロナウイルスによる侵入をそういった場合、かわすことができないということになるようなんですよね。一方でですね、663人、 こちらは軽度あるいは症状がないような患者さんですね。そのような場合は誰もこういった抗体を持っていなかったというんですよね。そしてそういう抗体に関して言うと、一般集団ですね。においても1200人以上がテストされたみたいなんですが、一般集団では0.33%しか認められなかったということなんですね。そして先ほどお伝えしたような、 X 染色体上に変異が起きているような場合なんですけど、これは劣性だというんですね。すなわち女性の場合に、例えばこの劣性というのは、もう片方が正常だったりすると、そちらの方が優勢なので、ならないわけなんですよね。ところが男性の場合は XY なので、X だけの方にそういった変異が載っていると、それがそのまま形質として出てしまうんですね。今回重症化というのが男性の方にちょっと多いことの まあ理由になるのではないかということですよね。また、こういった自己抗体を持つインターフェロンなどですね、自己抗体を持つ重病患者の半数以上は65歳以上であったということで、ご高齢の方が脆弱であるこの新型コロナに対してですね、それを説明するのではないかということもここに書かれていますよね。そしてもう一つの論文なんですけども、こちらの論文によると、重病患者の3.5%に 遺伝子の変異があって、それがインターフェロンの応答を妨げている、低い水準にしてしまうのではないかということが書かれていますよね。で、ここらへんも興味深いですけどもね、このようなインターフェロンに対する抗体を持っている患者とか、あるいは突然変異を持った人、誰も以前は大丈夫だったということなんですね。以前は 生命を脅かすウイルス性の病気の病歴というのはなかったということでということから考えると新型コロナから身を守るときにこの1型インターフェロンというのがすごく重要だということがわかるのではないかということですよねそのため1型インターフェロンの応答を高めるような治療というのが重要になるのではないかと示唆されていますねそういう流れの中で今インターフェロンが投与されている インンターフェロのの研究ととといいいううが行われているということなんですねしかしそういった外部からのインターフェロン投与というのはインターフェロンの機能というのを妨げる変異を持っている人とかあるいはインターフェロンを攻撃する抗体を持っている人には役に立たないということなんですよねただ一方でこういったインターフェロンを攻撃するような抗体っていうのは原因じゃなくて結果である可能性もあるんじゃないかと言われているのでこれはまだまだそういった点で確定的なことではないということになりますよね しかし、いろいろ研究してみると、どうも以前の血液のサンプルなどを見たりすると、新型コロナに感染する前からこの抗体があったこともまた確認されているというんですね。そのため、今回起きている変化というよりは、やはりもともとあったのではないかというような可能性に関しても示唆されています。10%、されると10%ということで、これ、しかもそうですね、なぜ男性の方が。 重症化が多いのかとかあるいは高齢者の方が重症化が多いのかということに関してあるいは時折そうですね若い方でも重症化したりするのはなぜかまそういった疑問にも答えうる話ということで注目されているというところですねそれもあるので早速皆さんにご紹介した次第です本当に興味深い話ですよね確かにウイルスが入ってきた時にまあ、それに対してインターフェロンが対応してくれるわけですけどもそれに対して抗体ができているとか あるいはそれが起こりにくいような体質ですね、遺伝子がそのように規定しているような場合とか、そういった場合だと重症化しやすい、これはなかなか興味深い研究なのではないかというふうに思われますね。そしてまた、こういった話が確定的になってくれば、体質によってですね、こういった方は当然リスクが高くなるわけですから、より注意すべきであるというところで対応したりするようになったりとか、そういった方には何かいい方法がないからですね、インターフェロン、機能させるような方法について、 より考えるなるというような、そういった方向性も考えられるのではないかというふうに思われますね。はい、どうだったでしょうかね。うん。まあこのようにやっぱりそうですね。わからないながらにも分かってきてるところありますよね。重症化しやすい方が特定できれば、そういう方に重点的に治療を集中させればいいというところになりますしね。まあ、そういった意味で。 層別化が進んでいくこと特定のリスクがあるるるる方ととといううののを把握でききよにになななここは大きな進歩になると思われますこのチャンネルではこのように他では扱ってない医学医療健康情報を皆さんにお伝えしていますなるべく早くっていうところでたまに速報で皆さんにお伝えすることもあります医学の基本的な考えをつかんでいただければ大きく間違えることはないというふうに思われますぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますまたいつもコメントありがとうございますぜひコメントよろしくお願いいたします引き続き真摯に気をつけてこの状況を乗り切ってまいりましょう どうか皆さんもお体お気をつけください。それじゃあ皆さんまた。病気になったら早期から緩和ケアに相談へ。末期でなくても、がんでなくても相談できます。詳しくは Web をご覧ください。